今夜は、かなまりのオートナイトスペシャルいや、オートナイトスペシャルも結構回を重ねてきてますよね。そうですね。大好評です。<laughs> <laughs> まあ、やっぱり、大人といえば、まりさん、うま、イーボーですよね。<laughs> ということで、今日はなぜかあの私たちの目の前にうまい棒がこんなにたくさんあります。これは、あれかな、食べながらこうやってもいいよっていう話なんですかね。そうなのまあいいんじゃないということです。よえー、じゃあ後で食べまーす。なぜ、なぜうまい棒なんでしょうかね。 やっぱ時代を感じてくださいってことかなあ、そういうことやっぱさ、うまい棒ってたこ焼き味がさ、私は一番好きかな。え、マリコンポタージュが好き。みんなは何味が好き さあ、ということで、しょ <laughs> っぱなからこんな感じですけれども、はい、メールを紹介したいと思います。しましょう。ラジオネームゆうきさんからです。はい。かなあちゃんまりちゃんこんばんは。こんばんわんわん。ワンワン昨日はかノまりスペシャル特典会に参加しました。自分の誕生日当日ということもあり、うん、とても楽しみにしていました。結果、最高の一日になり、 大満足です。うんうん、帰りの新幹線でも二人の写真を見て余韻に浸っていました。うん、かなちゃんにもらったメッセージを胸にこれからも応援していきますといただきました。いや、お誕生日だったんですね。おめでとうございます。 昨日はね、仙台で二人のスペシャル特典会がありましてね、なんかいろいろトークとかも盛り上がりました。来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速、まりも一通ご紹介します。はい、ラジオネーム、デシペルさんからです。かなちゃん、まリちゃん、こんばんは。こんばんは。先週は新曲のテルミーテルミー、優しい雨のオンエアありがとうございました。どういたしましテルミーテルミーの爽快な音と、軽快な音と、かなしらとさんの熱すぎないしがすごくいいですね。 毎日のおはようソングに最適だと思います、ね、おはよう行くよ 321GO でお布団から飛び出しましょう、うん、321GO 優しい雨はタイトルからして新鮮でした <laughs> ドロシーさんの曲のタイトルに雨がつくのは初めてじゃないでしょうかそう、ね。歌詞も素敵ですね今日はもしかするともう一曲のカップリングが宇宙発オンエアされるとかされないとか大人いととかうん。耳をダンボにしてますーす <laughs> といただきましたありがとうございますありがとうございます そうですね。先週5月20日にリリースするシングルの2曲をね、はい、ね宇宙発オンエアで聴いてもらいまして、残り1曲あるわけですよ。<お>さあ、果たして今日、マリさん、かかるんですかかかるかかからないかは、君次第だよ。 はいここでお待ちせをしたいと思います、ね、<laughs> ジャンプでは今夜のエンディングテーマをリクエストで決めています、うんはい、リクエストは dlh.1260.jp までどしどしお寄せください、はい、お便りメールをくれた人の中から毎週お一人の方にドロシーグッズをプレゼントしています。今日のグッズは、うまい棒ではなくて、メニューのクリアファイルにみんなでサインをしてチキンをつけましたグッズです、はい、さあ、それでは参りましょう今夜も、 宇宙初、オンエア、ありますので。はい、最後まで聞いてください。じゃあ、かなまりのオートナイトスペシャル。まりさん、セクシーに行くわよ。来いよ。ドロシーリトルハッピーの、じゃーん <laughs> 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 お過ごしでしょうか。9時までの間、ドロシー・リトル・ハッピーのジャンプにお付き合いください。仙台初オニングメガールズユニット、ドロシー・リトル・ハッピー、半袖で寒いです。白とかなです。七分袖で寒くないよ。高橋まりです。今お聞きいただいているのはドロシー・リトル・ハッピーが今月の1日にリリースしたベストアルバム『<laughs> ザ・ベストオブドロシー・リトル・ハッピー2010-2015』2015の中からジャストムーブオンです。 話題総然第2期コーナー、トロシレディオドラマは今夜もあります。うん、メンバーがオリジナルラジオドラマを演出するという無謀なコーナー。うん、今夜は、まりちゃんと、カナ、はい、の一騎打ちでございます。ししこの間、カナはまりちゃんに、やっと勝てまして、なんかこのコーナーの良さが分かってきた気がします。目指せ連勝<ー>負けないよお楽しみにさあ、今週のテーマは、ルーナプレゼンツ、社会人1年目の思い出です。 もちろんテーマ以外のメールも OK ですすべての宛先は dlh.1260.jp ですニコニコ生放送をご覧の方はコメントを書き込んでくれれば見ていまーすコメントねーコメントーさあさあ今回もたくさんコメントが来ておりますテンポいいなだってやった褒めてくれてありがとう,がとうおイエーイということで今夜も TBC 絆スタジオから生放送でお送りします最後までお付き合いくださいよろしくお願いします よろしいリトラハッピーな、ジャンそれではここでメールを紹介します。はい、ラジオネーム、青木さんからです。かなちゃん、まりちゃん、こんばんは。こんばんは。昨日の特典会とても楽しかったです。来てくれたので、ね、ありがとう。ありがとう。特にまりちゃんのソロトークコーナーが良かったです。お今までプライベートを隠していたんですね。<laughs> <laughs> <laughs> お姉さんとお母さんとマリちゃんが3人そっくりだって話が良かったですよといただきました <laughs> えどんな話したのなんだろうなんか家族の話とあとちっちゃい頃の話かな小学校の話、うん、でもなんかそういうのって話すなかってあんまりないよねな,かな,かないからでもマリすっごいお母さんにさ性格そっくりだと思わないえー <laughs> 似てるかな似てるよええ、そうなんか、まりちゃんのお母さんは結構、割とこう、おっとりしてるじゃん。あそうか。でもまりちゃん結構、ガツガツ、ズバズバそいから。似てないんだ。今日ね、朝起こしてもらうときに、ラッスンゴレライで起こされた。どういうことどういうことラッスンゴレライって、んかこいつもで起こそうとしてきて。受けるって。で、すぐ起きれた。起きれなかった。そっか。で、そしたら、 ママが月曜ビームの日だよって言って、おと思って忘れてたと思って、スッと起きた。なるほどね。なんかそういうユーモアがあるお母さんのね。そうす。ごい面白いユーモア。いいね、いいね。さあ、じゃあ、カノもいつ紹介しますね。ラジオネーム、え、コタローさんからです。ありがとうございます。今日は最近気づいたあるあるネタを聞いてください。はい。いつも通勤中、ドロシーの歌を聞いているのですが、ありがとう。最後に聞いた曲って、やたら頭の中に残りませんか 今日は「ソウルセブンティーンが最後だったので、うん、一日中鼻歌や口ずさみながら仕事していましたよといただきましたどうですか、ね「ニコ生をご覧の皆さんはこういうことありますか最後に聞いた曲がこう頭の中でリピートされるみたいな、うん、でもなんかさ どうし、メンバーと一緒にいるとさ、誰かがこう、うんうん、さりげなく口ずさんだこう、CM ソングとかをさ、自分もさ、気づいたら口ずさんじゃってさ、てあ、やばいってなるときないなるなる、映っちゃうんだよね。ね残るね、とか。ないねとか。ないっていう方もいるし、あ,あるっていう人も、いますね。すまあでも、わかるなんかその、うん、口ずさんみたくなるこう、フレーズとかがあると、ねー なんかねこう印象に残ったりすると口ずさんちゃったりするよね知らん知らん知らんって来てなんか聞いたことある知ら <laughs> ん知らん知らんって似 <laughs> 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 <見>てる <laughs> ちょっと似てたありがとう さあ、それでは恒例のこのコーナー女子力アピールアンケート第40弾いきましょう !40 弾ですよ。すごいね。先週は桜吹雪が似合いそうなメンバーはというアンケートでしたが、割れに割れまして。ね、すごかったね。ね、その中で、なぜかルーちゃんが26%で1位。謎ですね。ね、マリちゃんが3位。うん。カナは4位。え、私4位だったの ?4 位嘘。やばくないやばくないビリフじゃんえ、でも、それでも17.6%だったみたいですね。めっちゃ割れましたね。 今夜こそ、6割ルール成功のチャンスでございます。今回は、ラジオネームペンディスさんからのメールを採用させていただきました。こちらです。じん隠れたところにも、全力のおしゃれをしていそうなメンバーはということで、ニコノマをご覧の皆さん投票をお願いします。これは来たんじゃない隠れたところって、例えばどんなところでしょうね。靴下じゃないあー、靴下とかこうさりげない感じね。さりげなくね。あとは、 あとなんか持ち物とか持ち物こう、それは飲み物でしょただそこの販売機で、TBC の販売機で買ったオレンジジュースですよね。なんかこうカバンからさりげなくティッシュを出した時にティッシュカバーに入ってるみたいな。あとはなんか優しいティッシュだったみたいな。あ、ふわふわの。あ結果が出ましたはい、ありがとう !33.5% で、まりちゃんが1位です おお<ー>うれしい<ー>ビリは6.0%のルナさんあらあら <laughs> あれそうなんだミモがビリだっかなと思ってたんだけどこ、ね、<laughs> の予想もおかしいでしょ <laughs> ごめんねでもミモも7.2%だったよあ,ーあーでも33.5%だったーあ60%達成ならずですね惜しい でも1位だ、嬉しい。久しぶりじゃないマリちゃん1位になったの。嬉しいんだけど。ね。ありがとうございます。時代は来てるぞ。はい、この調子で来週も頑張ってください。はい。それではここで1曲お送りします。やったドロシー・リトラ・ハッピーが来月20日にリリースするニューシングル、テルミー・テルミーのカップリング曲は宇宙発オンエアきた<お>この曲はライブで盛り上がりそうドロシー・リトラ・ハッピーでルックアットミー、LOOK AT ME! お送りした曲は、ドロシー・リトル・ハッピーが来月20日にリリースする、ニューシングル、テルミー・テルミーのカップリング曲、Look at Me でした。ドロシーリトルハッピー ではここからはメールテーマトークになります今週のテーマはルーナプレゼンツ社会人1年目の思い出でございますうん、うん、まあ多分ルーちゃんは今年社会人になるおうおう社会人になるってすんごいなんか、ね、いろんなところで言ってたからか多分すごい気になってしょうがなかったんじゃないですか,確かに人生の先輩の皆さんに聞きたかったんだと思う、ね、でも本人が今日いませんあれということでしょうということで私たちが紹介していきたいと思いますはい ラジオネーム、川さんです。川さん。ありがとうございます。社会人、一年目の思い出ですが、漢字が読めなくて苦労したかな当時、ファックスで届いた受付表をパソコンに入力する仕事をしていたのですが、地名の読み方がわからなくて、東、雲と入力しているのを、隣の先輩 OL にバレて笑われました。いい思い出です。<何>かっこいい笑う。 ちなみに今の、東、雲。マリさんこれなんて読むかわかるて。書いてるね、実際に。雲東に雲です。まず雲が書けてない。ちょっと危ないですね。はい。これ東に雲で、しののめと読むんだけど、えー、読めますかって。読めるはずない、ねの。読めないよね、本当に。えー、地名って読むの、難しいのありますよね。うんうん、仙台だと、秋雨やあやし、も苦労しました。あやしはね、読めないよね。これ、あいこって絶対読むよね。あいこ。<laughs> 本当私漢字ダメだから。漢字はね、そうだよね。わかんないもんね。しかも、今はさ、こう、携帯とかパソコンでさ、うん、やればすぐピッて出てくるからさ、実際、なんて読むかとかさ、<う>なんで書けばいいのかとかはね、わかんない。これはすっごい苦手。一緒だね。うん、大変だね。一緒に頑張ろう、川さん。うん、それではラジオネーム、くんたさんからです。はい。 ルーちゃんプレゼンツ、社会人1日目。ん ?1 年目の思い出ですが、年, <laughs> 年下の先輩の女の子にしょっちゅう怒られていました。うんはい、年下の先輩。なるほどね。まるくん、それ違うでしょこうするの。まるまるくん、これこの前も言ったよね。なんて。あれからもう何年も経つのに、まだくんづけで呼ばれています。子供の前では格好悪いんで、そろそろくんづけで呼ぶのやめてもらえないかな。ね、奥さん。 えー、ええー、え何それええー、どううことえその、何、年下の先輩と今結婚してるってこと <laughs> そういうことだねやばくない何それ素敵えなんか、ドラマみたいじゃん。えーえー、でもさ、なんか、女の方から、何々くんって、くん付けて嬉しいんじゃない、うん、しかも怒られたってことでしょ だからなんか多分気になってたんじゃないその、奥さんのこと、うん。もうすでにその時から。それで、気になってて、で、怒られて、うん、いやいやお怒られて喜んでたっていうことうで、<ー>わざと間違ったりしてたんじゃない誰ニコ生にニスラト先輩に怒られたいって言われたいと。<laughs> いつでも怒るよ。ええ。断ってよ。<laughs> 怒んない怒んない,い。これすっごい素敵な話。え すごいね、なんかそう,いうの。でもさ、お子さんができてからも、こうなんか、くんづけくんづけって可愛くないですかくんとくんみたいな感じそうじゃないえぇ<ー>私すっごいそれ憧れなの。すごいね。なんか、そう結婚してお子さんができるかわかんないけど、結婚するかもわかんないけど、なんかわ <laughs> <laughs> かんないでしょわかんないけど、なんかこう、<laughs> なんか、おーいとかなっちゃうじゃないあなたとかそうおいおいおいみたいな。そうじゃなくて森町ーみたいな。えよなんでなんでいや、ノーちょっといいかなえ嘘だって、んどうなんだろうね。あ、ニコ生のコメントでダーリンって来てる。うん。いいよねハニーダーリン。あ、そ逆じゃない逆じゃない名前でいいよ、それなら。次いきます。はい。ラジオネームもみじまんじゅうさんです。はい。かなちゃん、まりちゃん、こんばんは こんばんは。社会人1年目の思い出ですが、広島から東京へ出てきて、うん、就,就職先で1ヶ月研修をしている時に、うん、東京支店へ配属と告げられ、うん、この時、よし東京で遊べると思い、喜んでいたら、<laughs> うん、いざ研修が終わって上司に呼ばれ、うんうん、明日から茨城県の現場に行ってください。うーん現地に到着して辺りを見渡せば、 田んぼと湖。頭が真っ白になり、<laughs> <い>涙が出ました。そこまで田舎が嫌で上京したのに、<あ>配属先がさらに田舎でした。かっこわら。いやでもさ、なんか、最初の頃ってさ、めっちゃなんか、あっちに行け、こっちに行けみたいなの、<ー>なんか多いイメージがあります。多くもないの、ですかね。まあでもなんか、会社の人って、なんか、いつもなんか、転勤がさ、<ー>多くない 転勤ってすごい。大変だよね。みんな頑張ってね。次で終わりだって。言わなくていいよ、それラジオネーム、ヒルリラ・ドリンボグさんからです。すごい名前。社会人1年目の思い出は、新人ということで、様々な飲み会の漢字を任され、漢字スキルが上がったことです。漢字ね。今はもう社会人10年目。なのに、新人時代に漢字スキルを上げたおかげで、今でも飲み会というと、真っ先に自分の名前が上がり、漢字を任されることが多々あります。おかしい な,いなーといただきましたえ、漢字って何やります <laughs> えどういうことどういうこと漢字ってさ、うん、何やるかあんまわかんない。なんかその場所をセッティングしたり、そのみんなの予定を聞いてこういう日時を決めたりっていう、<ー>そういう取りまとめをするんですよ。だからそういうのが結構得意な向いてる感じなんじゃないですか,たかええー。だからこいつに任せておけば間違いないみたいな。みんな通りもに任せよう<笑><笑>すごい名前ですね。うん、頑張ってくださいね、漢字。頑張って。バイト。 さあ、ということで、本当はたくさんね、もっと紹介したかったんですけれども、うん、時間が来てしまったので、<ら>ここら辺で。ね、はい、終わりです。たくさんのメールありがとうございました。ありがとう。さあ、次回のテーマはですね、私、かなとまりちゃんの一騎打ちで、ニコ生アンケートで決めたいと思います。うん、ただし、どちらが出したテーマかは内緒でございます。内<緒>それでは、ニコ生どうぞ。1、私の友達。2、学生の頃やっていた係。さあ、ニコ生をご覧の皆さん、どっちのテーマにメールを出したいか。うん。 投票お願いします。投票しちゃったー投票してくださいーお願いお願いお願い、恋い,い,いこい。はいやりましたあさあ、えーと、今回は2、学生の頃やっていた係。やったーじゃあ、マリさんプレゼンツです、ね。マリプレゼンツー嬉しいー ありがとう私ちなみに高校の時は施錠係だったすごい施錠係鍵とかを<う>窓の鍵とかを閉めてたのか,かかり決めの時休んだら施錠係になってたの勝手になってたのね、うん、そういうのあるよね任されちゃったはいさあそれでは続いてのコーナーいきましょうドロシーレディオドラマですイエイ ドロシーリハッピーのジャンプドロシーメンバーがオリジナルのラジオドラマを作る人気コーナー「ドロシーレディオドラマ」どんな話で誰を出演させるか脚本を担当するメンバー次第です、はい、ただし一つだけ入れなければいけない交換音があります滑舌 <laughs> が悪いよ <laughs> その交換音をどのように入れたかが大きなポイントです <laughs> 大丈夫マリさん <laughs> 今夜は、マリと、カナちゃんの一騎打ちです。<laughs> まだ <laughs> 先週先週のオートナイトで、カナちゃんに負けてしまったので、今日は絶対に勝ちそうえい、えい、おそれでは、キャファン主演、白戸カナ、レディオドラマからお願いします。タイトルは、30秒クッキング。本日の30秒クッキングは、白戸カナ先生っす。よろしくお願いします。 白戸先生、今日は何を作るんすかカレーに入れてもよし、うさぎにあげてもよし、何でも人参です。いや、なんか嫌な予感しかしないっすけど、とりあえず作り方教えてほしいです。はい、百分は一見にしかず。ということで、早速やってみます。人参を準備したら、 カレーに入れてもよしうさぎにあげてもよし何でも人参の完成いやそれただ適当に切っただけじゃないですか来週はキャベツのざく切りですよし <laughs> さあそれでは高校の脚本主演 <laughs> 高橋まりレディオドラマどうぞタイトルは「プロポーズ」ねえ何してるの 今、トンカチで、釘を覆っているんだ。僕、将来、お家を作るのが夢なんだ。すごいじゃあ将来、マリのために、お家作って一緒に暮らそうわかった。待ってて。二十年後。マリ待たせたなお家がついにで,できたぞえ本当あの時の約束、覚えててくれたんだ。当たり前だろ、マリ、結婚しよう。うん、もちろん この場でご覧の皆さん、どちらのラジオドラマがより好感音をうまく使ってクオリティが高かったか判定をお願いします。効果音の正解は日曜大工の金槌の音でした。え、そうなの私、まな板で野菜切ってる音だと思った。あれまりちゃんは普通にトンカチの音だと思いました。やったー <laughs> 結果はこちら。 カナちゃんが読み上げるんですがマリが読み上げます。はい、えっと、77.0%でマリちゃんの勝ちです。おめでとうありがとうカナ<ー>ちゃんは 23%! いいよ、言わなくて <laughs> もう、ニコ生で赤い大きい文字で圧勝でってきたし、<laughs> ちょっともう結構ショックなんだ。このコーナーが嫌いになりそうだ。んないぜそれでは次回の空間を聞いてみましょう。<laughs> えっ何今のこんなどうなることやら以上「ドロシーリディオドラマ」でした「ザ <laughs> ・ドロシー・リトル・ハッピー」で来月20日にリリースする新曲「<laughs> ルテルミー・テルミー」でしたさあて今夜の「ドロシー・リトル・ハッピーのジャンプ」いかがでしたでしょうか え今夜のまりちゃんなんか言ってよよかったよかった今夜のエンディングテーマはですねラジオネームかなちゃん大好きなたくさんからのリクエストでおかしいなアミですねこの日は部屋と部屋とパジャマと私をお願いしますいいということで部屋とパジャマと私を聞きながらお別れでございますさあ <はい S 1> さあ先ほど今ワンコラス聞いてもらったてるみーてるみーの <うん S 1> じゃなくて 今日宇宙初オンエアした「l o o k a ト m ーの感想が来ておりますいい、ねえー、ラジオネームメガネもじおさんから「宇宙初オンエア待ってました」今回の3曲はいい意味でドロシーっぽくない曲たちでうん、うん、新たなドロシーを発見できて嬉しくなる曲ですねといただきましたしありがとうございます ありがとうリリースを楽しみにしてください、はい、ではお便りになってさけまりさんお願いしますはいメールは d l h − 1 2 6 0 − j p までお寄せください番組でご紹介した人の中から抽選でドロシーオリジナルグッズをプレゼントします今週はゆうきさんにプレゼントしますおめでとうございます住所と名前をメールをくれたアドレスから番組までお知らせくださいねはい 次回のメールテーマはマリプレゼンツはい学生の頃やっていた係でーすはいたくさんのメールお待ちしております,待まーすさあ「ドロシリとハッピー」今月25日はジャンクボックスで行われるステップワンガールズライブに出演しますのでぜひぜひ皆さん遊びに来てくださーい来てねお待ちしておりますこの後は爆笑コメディアンズさんの「アガライン」月曜日ですこのままかなまりが居残りしますので引き続き聞いてください、うん、聞いてねそういえばうまい棒結局なんか食べなかったねあー持って帰ろう持って帰るの <laughs> そうなの 持って帰っていいんじゃないかな。<え>はい、と、ま、いうことで、えダメだよまた来週